葛飾北斎、富岳三十六景より、穏やかだの水車。現在の神宮前三丁目、ハート、ピア原宿近辺から、道六丁目、リーバイス機関店付近まで、北東南西に細長い川沿いの一帯が、一面に、水田の広がる、穏やか田村であった。なお、図中描かれているのは、水車のために、穏やか田川から引き込まれた分流であって、穏やか、 田川自体が、こんなに小さな流れであったわけではない。穏やか田川は、東京都新宿区から、渋谷区にかけて、かつて流れていた川である。穏やか田川は、玉川浄水の余浄水を受けていたために、豊富な水量を誇り、王子には、よく知られた、穏やかだの水車をはじめ、いくつもの水車掛けが見られたという。浄水の廃用以降、 周辺の宅地化とともに徐々にドブ川化が進行し、1964年、東京オリンピックを前に、全面的に暗挙化された。現在、東京都下水道局の管理する、下水道がその後ろ身であり、千田ヶ谷幹線と呼ばれている。なお、かつての穏やか田川は、渋谷駅付近で宇田川と合流しており、合流地点により下流を渋谷川と呼ぶが、 古い文献などでは、穏やか田川に該当する部分も、渋谷川と呼んでいる場合が多い。これは、渋谷川の講義の用法であり、この場合、穏やか田川の名は用いる必要がないということになる。穏やか田川の源頭地、新宿行園暗挙の上の町、キャットストリート。穏やか田村あたりから上流を望む。画面中央黄色い建物の右には、部分的に残った。 古い蛇行の跡が見える。正面奥の緑は直行する、表参道。穏やか田川の地形上の源頭は、新宿行園内にあり、園内でさらに2つに分岐する形になっている。園内東部の玉も池園内南部西部の谷筋2つの源流は、南東側へと流れ出て、駄田谷駅の東、外園橋のあたりで合流していた。以降の流路は、以下の通り、 現在の外苑西通りに沿うようにしてなんか、神宮前2丁目、龍岸寺付近で南西へと流れを変える。ここから先は、くねった川筋がそのまま道路になっているため、地図の上でもわかりやすい。ほどなく、道が、旧渋谷川遊歩道路と名を変えるあたりで北西からの流れを受け入れる。これは、原宿川、原宿村分水とも呼ばれた支流で、代々木3丁目。 文化女子大学から南新宿駅あたり及び明治神宮内の機体系に言動を持っていた。旧プロペラ通りとも呼ばれる裏原宿エリアから表参道を渡り、アパレルや雑貨のショップの並ぶ神宮前5丁目、6丁目のあたりがかつて穏やか、田村の集落のあった一帯である。注意深く見れば、御田橋と書かれた欄干のモニュメントなどを見つけることができる。 またこの辺りで、明治神宮南池からの流れが合流していた。宮下公園交差点付近で、現在の明治通りを横切り、宮下パークに沿う形で南流し、渋谷駅の北、宮松坂下交差点西方にかつてかかっていた、宮松橋の直前で、西から来た宇田川と合流していた。穏やか、田川と呼ばれるのはここまでである。これより、下流については、 渋谷川を参照。渋谷ストリーム付近より、下流は減損する河川である。ありがとうございます。